第8機械化不評師団は、大韓民国陸軍の機械化不評師団の一つ。第8機械化不評師団の始まりは1949年6月に、高慮で編成された第8師団であった。例下に、第10連隊、第21連隊があり、38度線に配備された他の師団と違い、2個連隊編成であった。同年9月から、 大白山脈に浸透した北朝鮮遊撃隊を相当した。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発し、第8師団の正面には北朝鮮第5師団が進行し、東海岸には第766連隊と第549陸戦隊が上陸して、退路を立たれる形となった。1950年6月29日、 陸軍本部の交代命令を受けて、秩序よく交代し、包み川に集結した。太陽で、第8師団を5日間阻止して7月11日に、竹霊に交代した。竹霊豊地下栄州で抵抗しながら交代し、17日まで栄州を確保した。1950年7月下旬、第8師団に16連隊が編入され3個連隊、編成となり、 第一軍団に配属される。1950年8月初旬、安藤鉄衆作戦で大損害を受ける。落東港を渡過後、議場方面の守備に就くが北朝鮮第8師団の攻勢で交代する。陸軍本部の命令で、英川方面に交代して、首都師団の担当正面を肩代わりした。1950年9月、第15師団の攻勢で英川を失患した。 ここで、第8師団は、第2軍団に配属され、通個連隊の増援を受けて、第15師団を撃破した。9月15日の2川上陸作戦を発端に、反抗作戦が開始され、第8師団も北進に参加する。1950年10月、中京軍の第1次攻勢でザ里まで押される。さらに11月の中京軍の第2次攻勢で、改装した。 第2軍団は崩壊し、西部の韓国軍師団で牽制を保っていたのは第1師団だけであった。1951年1月、中共軍の正月攻勢で第2軍団が解体されるとアメリカ第10軍団に配属される。1951年2月、ラウンドアップ作戦により横城まで北上中に中共軍の2月攻勢を受けて大損害を被る。この戦闘で、 第8師団の残存兵力は、将校263名、兵士300 4名に過ぎず、この中の半数以上は、師団の勤務要員であった。将兵の死亡、または、行方不明は7142名であり、そのうち将校は323名で、この中には、第10連隊の連隊長とすべての参謀、第16連隊副連隊長、7名の大隊長と30名の、 中隊長が含まれていた。装備は、砲14門、対戦車砲5門、トラック68両、無線機249機、迫撃砲87門、ロケット砲137門、機関銃164丁、自動火器102丁、カービン銃2389丁、小銃4096丁であった。第8師団は、テグで再編成され、 小事件で指揮が低下した第11師団と交代。4月3日、師団主力は全州に移動し、そこで、第1警備大隊、第18戦闘警察大隊、中南警察討伐隊、青年防衛隊、第153師隊の配属を受けて金山、伊予、富山地区で陳寿に移動した第16連隊は、第2警備大隊の配属を受けて、白雲山と中山座と一体で、 ゲリラ討伐を実施。この湖南地方の討伐は4月15日から5月13日まで行われた。1951年5月、討伐後は、再び第10軍団に配属され、軍団広報地域の警戒任務を実行した。1951年7月20日、第5師団と交代して、随和付近の佐治木から1019高地までの、観ン戦の防御を担当し、 人民軍第二軍団の第二師団及び第十三師団と対峙した。九百五十一年八月九日から八月十四日まで第一次足立坪の戦闘を展開。五百六十二高地七百八十五高地を確保した。八月十八日から二十四日まで第二次足立坪の戦闘が展開され、この戦闘で人民軍のニコ連隊を壊滅させ、1031、 高地と965高地を奪取した。9月10日から18日まで、第3次足立坪の戦闘が展開され、854高地を占領した。854高地の占領によって防御船は、南江南側まで推進した。1951年9月、作戦地域は、第1海兵士団が引き継ぎ、第8師団は、陽行に移動。9月28日、 第7師団と交代して白石山攻撃任務を引き継いだ。1951年10月1日、白石山確保。1951年12月、白野戦戦闘司令部に編入され、チリさんの南部軍討伐に参加。討伐を終えると1952年2月8日から3月15日まで、部隊整備と教育訓練を実施し、3月18日から、 第10軍団に編入されパンチボール北側の第1海兵士団と交代した。1952年9月、812高地及び854高地の全勝陣地で人民軍の攻撃を撃退。9月25日から作戦地域をアメリカ軍第45師団に引き渡し、10月4日から17日まで思想里で部隊整備と教育訓練を実施。 1953年、第二軍団に編入され、近城正面の首都師団と交代した。1997年6月20日、英川氏と姉妹提携を結んだ。ありがとうございます。